皆さん、こんにちは。素敵な紳士というイメージの強いベテラン俳優、三浦友和さん。今も渋くて素敵ですが、若い頃もイケメンだったと話題に。また若い頃は石原軍団だったと言われることがあるようですが、本当なのでしょうか。若い頃から今までの歴代彼女をご紹介いたします。まずは三浦友和さんの簡単なプロフィールをご紹介いたします。本名三浦実、生年月日1952年昭和27年1月28日、身長178、出身地山梨県塩山市、現甲州市、最終学歴東京都立日野高等学校、所属事務所テアトルドポッシュ。三浦友和さんが入学したのは山梨県塩山市内の公立校の東雲小学校です。家族構成は両親と姉の4人家族です。父親の職業は警察官でした。小学校3年生の時に父親が山梨県警を退職して民間のバス会社に転職したタイミングで東京都の新宿区に転居しています。そのため新宿区立津久戸小学校に転校しています。塩山時代は大菩薩峠の近くに住んでおり、東京へ来た時は環境に馴染めなかったと話しています。山梨県の小学校は成績はオール5でしたが、東京ではオール3になってしまったことを明らかにしています。三浦友和さんの出身中学校は立川市内の公立校の第二中学校です。小学校時代までは新宿区に在住していましたが、中学に進学するタイミングで立川市に引っ越してこの中学校に入学しています。中学時代はビートルズの影響でバンドブームの真っ最中だったことから、三浦さんもギターに熱中していました。三浦友和さんの出身高校は都立の友学校の日野高校です。この高校は1966年開校の中堅都立高校で、部活動が盛んなことで知られています。特に硬式野球部は都立の強豪として知られています。また現在の同校の偏差値は53程度ですが、三浦さんが在籍した当時の方がやや高かったようです。高校時代は柔道部に所属して部活動に打ち込んでいました。またその傍らでバンドを組んでおり、ギターやドラムを担当し作詞作曲も行っていました。三浦さんは高校では RC サクセションの今和の清志郎さんと同級生で、通学するバスが一緒だったことから当時から仲良しでした。他の RC サクセションの初期のメンバーたちとも友人でした。また当時の今和野さんの才能を目の当たりにして衝撃を受けていたことをインタビューで明らかにしています。そこであの今和野清志郎とも出会ったわけですよ。彼は中学の時から本格的なバンド活動をしていて、演奏する曲はオリジナル、私たちのようなコピーバンドとは明らかに別次元でした。同級生ながら憧れの存在でしたね。また今和野清志郎さんの影響で、当時は 95% の進学率だったこの高校にいながら音楽で食べていく決意もしています。そして三浦友和さんは高校卒業後は電子工学無線の専門学校に進学しています。ただし進学先の専門学校の校名などの詳細は不明です。実は専門学校は隠れ蓑で、密かにミュージシャンになることを夢見ていました。しかし専門学校は半年で中退して、後にミュージシャンの夢も諦めてしまいます。そのためデパートの裏方や土木作業員などのアルバイトをしていましたが、20歳だった1972年にスカウトされて芸能界入りしています。同じ年に俳優としてデビューしています。1974年の22歳の時に伊豆の踊り子で映画デビュー。この映画は山口百恵さんが初主演を務めた作品で、百恵友和コンビとして大ブレイクを果たします。飾った感じがまるでないのにかっこいい、素材の良さが光っていました。体つきもたくましくて魅力的でした。975年赤い疑惑は山口百恵さんとドラマで初共演した作品で、高視聴率を記録。今時風のイケメンと違い、男らしい好青年タイプのハンサム俳優さんでしたよね。1970年代にはイケメン俳優として
10代を中心に多くのファンを集めていたそう。では続いて三浦友和さんと石原軍団の関係についてお話しいたします。三浦友和さんは若い頃も今も石原軍団ではありません。2021年に解散した芸能事務所石原プロモーション、当事務所に所属した俳優を石原軍団と呼びますよね。三浦友和さんは昔石原軍団だったと思っている方もいるかもしれませんが、違うのです。ではなぜ石原軍団と思われがちなのかというと、西部警察に出演していたためと思われます。西部警察とは1979年から1984年にかけて放送された石原プロ制作の TV ドラマです。主演の渡哲也さんをはじめ、石原裕次郎さん、館博さんなど石原軍団を代表する有名俳優陣が出演していたため、同ドラマに出演していた三浦さんも石原軍団と思われがちなのではないでしょうか。三浦さんが演じたのは沖田五郎という役で、腰に受けた弾丸が摘出不能となり余命半年を宣告された悲劇の刑事沖田自身のキャラクターと三浦さんの演技が話題となり、出演契約がもともとの6ヶ月から延長されたといいます。それに伴い沖の余命も10ヶ月延びたというので、沖田五郎と三浦さんの人気は制作サイドも無視できないほど高かったのでしょう。三浦さんは同ドラマへの出演に関し、最初の西部警察の寺尾壮さんや刈谷俊介さんのイメージがすごく強くて、西部警察は男っぽい印象でした。その方たちが卒業されたところに入ったので、ものすごい重圧がありましたと語っています。スター軍団に囲まれて人気シリーズに出演した若かりし日の三浦友和さん、プレッシャーとの戦いがあったことは想像できますね。しかし大変だった一方で、撮影中は毎日が楽しかったと語るなど、プレッシャーの反面充実していたことも認めています。そうやって石原軍団の中で輝きを放った印象が強かったために、三浦さんも軍団なのだと思われたのでしょうね。三浦友和さんは20歳で芸能界デビューしてから70歳になる現在に至るまで一人の女性とだけ熱愛報道があります。その唯一のお相手というのが山口百恵さん、三浦友和さんの奥様なのです。若い頃2枚目俳優として人気があったという三浦さん、結婚前一人くらい彼女の噂があったのではと思い調べてみましたが、特にないようです。百恵さんと友和さんの出会いは1974年のグリコの CM、 当時からお似合いの2人と好評だったそう。しかし当初予定していた撮影場所とタレントは違っていたそうです。実はこの直前に百恵はグアム島へ行き、別の男性タレントを相手にグリコのコマーシャル撮影をしていたそうです。ところが出来上がってきた映像を見ると、どうしても仲の良いカップルという感じがしないといい、そこで急遽撮り直しが決まりました。コマーシャル放映開始まで時間もない、改めて海外まで行く時間もないので、東京都内の公園の中から砧緑地公園が選ばれています。次に百恵のボーイフレンド役、売れっ子の俳優はすでにスケジュールは埋まっており、急には呼べない。そこでまだ有名ではなかったですが、シークレット部隊というテレビドラマに出演していた爽やかなイメージを持つ三浦友和に白羽の矢が立ったといいます。そしてコマーシャル撮影、2人はその役にぴったりハマり、まさにイメージ通りのカップルに映っていたそうです。このグリコのコマーシャルは大変評判が良く、そしてこのコマーシャルがきっかけとなり山口百恵初の主演映画伊豆の踊り子の相手役として三浦友和が選ばれました。その後映画潮騒、春金賞、ドラマ赤いシリーズと共演が続く2人、共演作は次々とヒットを飛ばし、2人はいつしかゴールデンコンビと呼ばれるように、仕事の上でも最強コンビであったお二人、プライベートでも最高のパートナーとなりました。1979年10月、百恵さんは大阪厚生年金ホールのステージで三浦さんとの交際を宣言。三浦さんも記者会見で二人が交際していることを認めました。
翌年には2人の婚約と桃江さんの芸能界引退が発表されます。若い頃がイケメンだったと評判の三浦さんですが、彼女として熱愛が報じられたのは山口百恵さんだけなのですね。1980年の結婚後も三浦さんには愛人報道などは見当たりません。三浦さんに百恵さん以外の不倫や彼女の噂が出ない理由に納得せざるを得ないエピソードがあるのでご紹介します。それは三浦さんが石原プロの西部警察に出演時の出来事。とある地方ロケが終了し、石原プロはまだ現地に残っている出演者、裏方スタッフ全員へのねぎらいにと、現地のソープを何軒か貸し切りにしたことがあったそう。再退者含め全員がソープへ向かう中、三浦友和さんだけが同行を拒否したというのです。僕は妻桃江がいるからそういうところには行かないと言って本当に一人だけ行かなかったのだそうです。三浦さんに彼女の噂さえ出ないのは、妻桃江さんを裏切るような真似は絶対しないという覚悟がこれほどまでに固いからなのですね。理想の夫婦として多くの人々の憧れであり続ける三浦友和桃江夫妻。三浦さんの桃江さんへの一途な愛情が多くの人の支持を集めるゆえんと言えそうです。そんな三浦友和さんは半生と妻桃江さんへの思いを2011年に出版した愛称の中で語っています。また桃江さんの芸能界復帰の意向は感じ取れないとした一方で、そんな大きな気持ちをしまい込んでいた妻に気づいていないなら夫失格、離婚しないといけないと綴っており、深く理解し合った夫婦の自信を覗かせていました。また三浦友和さんは浮気と喧嘩について以前番組内で自身の意見を語ったことがありました。僕らは一度も喧嘩したことがないし、僕は浮気をしませんが、そういうところばかり興味を持たれているようですね。けれど喧嘩したことない夫婦なんていっぱいいます。不思議でも何でもない。浮気についてもそう、男として浮気しないのは本能的におかしいなどという人がいますが、それは浮気する人の自己弁護、人間的に特殊と思われるのが嫌だから、男はみんな同じようにスケベとあえて言いましょう。浮気するしないは人間性の問題ではなく、浮気をしないと決めて生きているか決めていないかだけです。この発言には SNS で肯定的な意見が多く寄せられました。そんなどこまでも桃江さん一筋の三浦友和さんですが、一方の山口百恵さんには三浦さんと出会う前に思いを寄せた男性がいました。それは西城秀樹さんです。山口百恵さんは芸能界デビューの前から西城秀樹さんの大ファンで、寝室にポスターを飾っているほどでした。ただの一ファンだった山口百恵さんですが、芸能界デビューするとたった数ヶ月で映画の出演依頼が届き、その映画にはなんと西城秀樹さんも出演されていました。ほんの数ヶ月前は別世界の人間だと思っていたスターと突然同じ現場で仕事をしている現実に、山口百恵さんは気が動転する思いだったそうです。収録の合間にサインをもらい、家にずっと飾っていたんだそうです。三浦友和さんがそのことをどう思っているかは分かりませんが、現在も夫妻の家には西城秀樹さんのサインが大切にしまってあるそうです。ちなみに三浦友和さん同様、山口百恵さんにも三浦さん以外に熱愛が報じられたまたは噂された人は一人としていません。まさに純愛を貫き続けている夫婦といえます。三浦友和さんには山口百恵さんとの間に2人の男の子がいます。長男は1984年、次男は1985年に誕生しました。三浦友和さんの子供について調べると娘というワードも浮上しますが、三浦友和さんに血縁関係のある娘さんがいません。ドラマや映画などで父親役を演じることが多いため娘のワードが出てしまったのかもしれませんね。三浦友和さんと山口百恵さんの長男は歌手の三浦祐太郎さんです。三浦祐太郎さんは中学時代の同級生で結成したピーキーソルトのメンバーとして2008年にデビュー。その後バンドが活動休止し、
2011年にソロプロジェクトを始動しました。2012年3月、松山千春さんの自叙伝を原作にした舞台「旅立ちからアショロよりから」の主演オーディションに合格し、主演に抜擢。同年8月1日には松山千春さんのデビュー曲「旅立ち」のカバーでソロデビューしています。2017年には山口百恵さんが現役歌手時代のヒット曲を歌ったカバーアルバム I am home をリリースしました。三浦友和さんと山口百恵さんの次男は俳優の三浦貴大さんです。三浦貴大さんは2010年に映画レールウェイズ49歳で電車の運転士になった男の物語で俳優デビュー、第34回日本アカデミー賞新人俳優賞と第35回報知映画賞新人賞を受賞しました。2011年には学校を作ろうで映画初主演を果たし、不甲斐ない僕は空を見た、あなたへ、我が母の木での演技により第86回キネマ旬報ベスト10新人男優賞を受賞しています。2013年の最終特会でドラマ初主演、大河ドラマ花もゆ、連続テレビ小説エールなどにも出演しました。大正製薬のリポビタン D の CM では16代目 CM キャラクターに起用されています。三浦友和さんと山口百恵さんの長男である三浦雄太郎さんは2020年6月12日に声優歌手の牧野由依と結婚しました。その後2022年3月21日に第一子となる女の子が誕生しました。三浦友和さんと山口百恵さんにとっては初孫で、三浦友和さんは神に感謝です、これからも健やかに育ってくれることを祈りますとコメントしています。いかがだったでしょうか。今回は三浦友和さんについてお話ししました。昭和の俳優さんは女癖が悪いようなイメージがありますが、三浦友和さんは類を見ない純愛の持ち主でした。これからも百恵さんと末永く幸せに暮らしてほしいですね。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録高評価もぜひお願いいたします。それではまた。